そういうこと。およそ300メートル右方向です。はい、今回の旅の相棒です、トヨタのカローラフィールダー。いい車だよこれ。うん、よく走るしね、収納大きいし、うん、友達と一緒に旅行行くのにとてもいい車でした。でですね、ただいまこちら海のレストランナブラヤ、ここに来ました。すごいんだぜここ。楽しみにしてたレストランなんですけれど、今ねちょっとね火落ちてるけど、あそこでね火ボーボー焚いてたんですよさっき。で、それ何かというとカツを焼くということで、じゃあ入ってみましょう。いいお店。ちょっとちょっとちょっと。熱い熱い熱い。すいませんお待たせしました。じゃあサドアカウシを。でもハッさんカレーでいいんだろう。え？カレーなの？うん。はい。このなんだ。この定食の午前の。はい。はい、ご飯をカツカレーにってできますか。はい、こちらの単品とカツカレー。あ、単品できるんだ。単品できる。あるある、それだ。じゃあ、単品と単品なんだっけ、四万十ポークのカツカレーセット。こちらも単品でよろしかったですか。単品で OK です。はい、カツカレーの単品ですね。はい、あんたたたき御膳。はい、たたき御膳は2つ。同じで単品と、あ、はい、それから黒醤海カレー。黒醤海カレー、これ何ですか。エビフライとイカリングが2つ入っております。じゃあこれを単品で、はい、はいはい、お願いします。これはひどい。何自分で勢いで行きながら、これはひどい。入れてつけて食べてください。うまそうだな。食べて。写真。これは塩で食べるカツオのたたき。いいね、いいね。うわやばい、わら焼きだぜこれ。柔らかい。わら焼き。すっごい柔らかい。柔らかい。本物のたたきですよ。なんちゅうかひどいことになっちゃいましたけど、カツオのたたき、わら焼きの本物。わら焼きって感じがする。そしてね、カレーも一緒にっていうひどい組み合わせ。うまい、すごい美味しいな。甘いこれ。甘いだろ。甘い、うまい。何これ、すごいこれ。うわー、やばい、うまい。これ、かわいい味がする。かわいい味がするよ、これ、うん、これね、甘いの、うん、ジェットさんが言ってたんですが、はちみつ味。はちみつの味。あ、まさに、うん、あのね、食べっと、あの、唾出てくる甘さ。やばい、これうまい。うん、この海だわ、これ、やばいわ。はい、カツオのたたきも行きましょう。塩でね、食べてくださいって最初言われたので、お塩でしょ。すごい美味しい。で、おネギ散らして。これ、わら焼きなんですよ。これはね、期待できるっていうか、うわ、厚切り。東京とかで食うとね、ペランとしたの来るんだよね。はい、いただきます、うん。あ、香りが、焦げの香りが、うん、ね、まさにわら焼きって感じでしょ。わら焼きの、うん、うん、うまいねこれね。へえ、塩だから香りが引き立つよね。うん、うん、でね、つなこさんが言った通り、柔らかい柔らかい、うん、舌にこうねっとり絡んでくる感じ、ね、うめえなこれ。やばいね。付け合わせもこれさ、いっぱいつけて食べたいねこれね。うまいね。
彼は彼でこれやばいよ、うんうん、ちょっとレシピ聞いてみたい感じ、ね、うん、なんだかんだ俺いろいろ言うんだけど、うん、洋食的でこれやばいよ、うん、ちょっとこう、いやしかしフルーツカレーの甘さじゃないよね、うん、フルーツ当然入ってるけどフルーツ立たせてるわけだから、うん、違うね、うん、でも大阪カレーの甘さともちょっと違うんだよね、うん、大阪カレーフルーツ際立ってくるじゃん、そうそう、うん、しかも南方のフルーツ入れるでしょ、あのでさ、あの甘くてさ甘い重さなんだよね、そういう感じじゃないんだよね、これぐらいいっちゃうよ、うまいな、美味しくてちょっと本当に止まりませんが、もうここら辺穴ぼこ開いちゃっててもうどんどん食べてますけどねトッピング&ポン酢っていうのがやっぱり基本なわけでして、やらざるを得ない、でまたこれがうまい、こうやってもうねみんなに見せる前にもうどんどん食べててもう大変なことになってますけど、ね、なかなかこううまくこうはい、いただきます、このわらの香りがすごくいいね、すごい美味しいのこれ、一枚の切り身が大きいじゃない、うん、あのこの頬張る幸せ、うん、口いっぱい取れるみたいな、大きいんだけど、うん、あんまり噛まずに溶けてくるんだね、口開けろよこれ、うん、そういう感じ、うん、すげえ、ああやって焼くんだ、すげえ、で返して、へえ、